挙動がね、自利品になっちゃう。待って、今ハッチあったな、これ。右奥にハッチがあったけど、そう怒られちゃいけねえな。はい、どうも皆さん、こんにちは、さとみです。今回も第五人格で遊んでいきたいと思います。よろしくお願いします。サバイバーかもう最近ずっとハンターね、遊んでたからサバイバーの名前が出てこなかった今サバイバーで泥棒で遊んでいきます。そうなんですよ、最近ちょっとずっとハンターを使ってて、ランクマとかもずっとハンターでやってて、ちょっとサバイバーに触れてないんで、うまいこといくかわかんないんですけど、そろそろサバイバーの動画を上げたいなんで頑張っていきたいと思います。で、この赤の境界のこっち側というか、まあこの今壊してるところなんですけど、なんていうのかな、このカクってなってるね、この90度のカクってなってる壁の集合体それでこの壁の一箇所っていうか一セットっていうのかな、一箇所だけね、とにかく穴が開けられるから、そこで自分の好きな逃走ルートを確保することができますなんかここにみんなステッカー貼ってたから、俺も貼っておいたわ。俺の生きた証刻んどいたこっち側にもあるんだよね、あのさっきみたいなポジションがね。もうちょい先に行ったら確かあったと思うんだけど、このステージあんまり俺もちょっと強ポジとかよく分かってなくて、まあ絶賛練習中なんだけどあ、機械技師の人が殴られちゃったか。まあ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 、俺はちょ、一応ここで逃げる。あ、こ、まあいいか、ここで逃げる誰かのためにね、ちょっと穴ボコボコに開けとこうかな。まあこうやって開けとくと、割れ窓理論とかね、そういうの飛び越えるだけで使えるから、いざという時に空いてるとすごい助かるんですよ。ここ空いてないとね、どうしてもここで追いつかれちゃうみたいなことになるから、なるだけ開けた方がいいです。でも開けたら鬼に通知が行くのかは分かりませんあ、リッパーいる。あー、リッパーね、イエローリッパーじゃん。あと3つの暗号機か。よしよし、まあでも順調。ん、機械技師の人、あ、ちょっとこっち来たら直すよ。え、なんで、あ、追われてんのかなら俺んとこ来てくんないかな、これ来る気配ないな。ちょ、これライト当ててない、これライト当てて目くらましたら逃がせる時間作れんだけどな。あそこぐるぐるしてたら当たんなくなっちゃうな。くそー、ナイス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 、頑張れ頑張れ頑張れ。これ俺が間に入ったらこれあ、くそ、あぶねえ、あぶねえ。いやー来ましたね。ちょっとじゃあ追いかけられますか、機械技師の人を逃がして。ちょっと待って、でもこの板くっそ弱いんだけど。あ、やばい、それはうまいわ。いやー、まあ、釣られた釣られた、読まれてた。これ巻かないとな。あの板くっそ弱いな、本当に。あんまりこのステージでね、戦ったことないからちょっと分かんなかったけど、やばいじゃんあの板。あんな板じゃないよ、もうあの板使うんだったら本当に当てるつもりでやんないとダメだね、あれ本当に弱いな、あの板。あー、でもここの板は強いね弱い板と強い板の違いって、あの例えばその板を壊さないでもサバイバーに追いつけちゃう板は弱いんですよ。例えばここだったら、え、待って、当たんない、嘘だろ、マジか。まあ、今のみたいなところだったらね、あそこを壊さないと絶対に追いつけないっていう、そういうところが強い板ね。さっき俺が一発もらっちゃったね、あの引っ掛けられちゃうというか、ハンターとの読み合いでこっちが負けたら殴られちゃう板のポジションはあんまり強くないかな、基本的に。今度ね、ちょっとその強い板と弱い板の見分け方みたいな動画を出そうかなって思ってます。ハンターが近くにいる、これどこにいるんだろうな。お、でもこの周辺に仲間がいるね。この霧多分俺のせいで出た霧じゃないと思うんだよな。多分仲間がね、あの暗号機やってて出た霧だと思うから。あーでも違うね、完全に俺のこと見失ったね。ラッキーラッキー。でこれ傷直したいな。でもなんやかんや、あと暗号機1個だよね。早いね暗号機、本当に気づかない間にもうあと1個ですよ。あ、窓枠下がってるやっぱここでね、なんか誰かいたのかもね、俺以外の人がね。追いかけてたのかな、ハンターが。早く逃げて、心配してくれてるな。ハンターが近くにいる、俺は逃げ切ったよっていう合図を送るか。解読に集中してって、俺は大丈夫だよっていう通知を送ります。これ左後ろにいるね、これね。なんか板壊す、なんか倒す音聞こえたねつけてー、早くつけて、さっさと脱出したいところではあるんだけど。お、ナイス、いいね、仲間がつけてくれたね。待って、近いな、これは。一回ちょっと隠れようかな、あそこの出口。あ、待って、この人のこと追ってるっぽいね、泥棒の人ね。なんか今チラッと見えたけど大丈夫そうかな。あ、
ワンパンか。ワンパンのスキルついてんな、これ。あれ待って、瞬間移動で。あー、なるほど。ちょっと直すか。でもこれな、結構飛んだ距離が近いんだよな。直せるかな。向こうに誰かいて追われてくれてたら直せるんだけど、誰もいなかった感じか、これ。やべ。そのタイミングはやばい。あぶねえ。あぶねえ。ちょ、マジか。ちょ、待って待って待って。勘弁して、勘弁して。ちょ、待って、本当に。やめてくれ。やめてくれ。泥棒の人、まあいいや、ちょ、俺がここで時間使ってる間に、助けてくれそうな感じするけどな、仲間が。あ、お、泥棒の人。よかったよかったよかった。俺が途中までやった甲斐があったな。右から来るから。まあでもね、ワンパンついてようがついてなかろうが、今一発もらってるから、関係ないんだよな、ぶっちゃけ。あ、一人出ちゃった。よしよしよし。ちょっとここで、しばらく時間使いたいところではあるんだけど、せめてね、このゲーム3人が、脱出したら、サバイバー側の勝ちだから、3人を逃がしたい。多分今、どっちの出口負けてくれてると思うんだよね、俺は。あ、やばい、ちょ、この、なんか、妹の場所が本当に分かりづらすぎて。あ、これ、どっちの出口も開いたね、これね。うん、先に行くよって今言ってくれてた人が、向こう側の吹き出しマーク、レーダーで映ってたけど、そこから出たってことは、どっちも開いてるっていうことだね。あ、よし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 、諦めた、諦めた。行くしかねえ。今出ようか。なんとかなったな、これ。あれ、ちょ、待って。これ、結構遠いな。あれ、これ、追いつかれるよな。てか、どっちみちあそこに切り合いあるから。ってところで追いつかれちゃうな。これは、まあ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 、室外犬反射でね、ちょっとしばらく距離を離し、あとちょっとなのにな。届かねえ、自力になっちゃう。待って、今ハッチあったな、これ。右奥にハッチがあったけど、そう怒られちゃいけねえな。今あったね、やっぱね。あそこにハッチあるかな。あれ、これ参ってないな。ちょい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 、勘弁してくれ。逃がさして。でも3人逃げてるからね、俺が死んでも勝ちだから、ぶっちゃけまあどうでもいいっちゃどうでもいいんだけど、もうこうなってきたらもうエゴだよな、自分と鬼の戦いの。お、決め打ちしてる。危ねえ、危ねえ。飛んでたの、やられてたな、あれ。当たってたな今。あとちょっとなんだけどな、これ。あ、マジ。いやでも、よし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 、ここで室外犬反射のスキルで。あ、これ間に合うかな。あ、行ったな。危ねえ。いやー、なんとかなったな。ヒヤヒヤした、本当に。というわけでね、なんとかうまく味方を逃がせ、みんなで脱出することができたね。よかったよかったよかった。まあ、最後ね、ちょっと板を乗り越えた時にね、3秒間加速するスキルで強引にハッチまで行っちゃったけど、うまくいってよかったね。うん。久しぶりのサバイバーでよくわかんないステージだったから本当に困ったわ。勉強しないとダメだな、新しいステージも。というわけでね、どうもありがとうございました。サバイバーの動画とキラーの動画ね、どっちも上げてるんで、よかったらチャンネルと簡単でチャンネル登録しないでいいです。どうもありがとうございました。じゃあまた次回の動画で、バイバイ。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよな。あとね、ツイッターとかもやってるんでね、ぜひツイッターの方でも仲良くしてください。じゃ、また次回の動画で。じゃあなー。